おお、いや、これ、強えわ。はい、やってまいりました。富士坪スポーツクラブガチエリアやっていこうと思うんですけれども、今日、11月3日、11時から、出てきた武器、このジェットスイーパーですね。はい、サブが食いぼで、スペシャルがハイパープレッサーっていう、この、もうね、一番ダメな組み合わせですね。はい、これ多分対抗戦めっちゃ流行ると思います。はい。これ多分誰使っても強いと思うんで、やばいっすよ、これ。当たりよ。これうまいっしょ、今の OEM。今のね、めっちゃうまいと思う。自分で言うのもあんだけど、結構うまかった。はい、ジェットパックもほら、こうやって、やって、これね、マジ誰でも使え、まあ、射程がわかる人だったらマジ誰でも使えると思う。一旦こういう時は引いて、プレッサー打ちますか。当たってる。当たってる。あー、あれやるねー。アイテムリス返ってプレッサーか。あれ全然前だったよ。てかバブルランチャーあるとプレッサーダリーな。どうだ。あれか。そしたら味方一落ちなんで、じゃあ食い棒投げてあげて、こっちはプレッサー来ないで読みで強気でいきます。ここ調子だって生かしていきたいですね。お、ナイス味方。とりあえず食い棒でエリア塗ります。でこれでいいエイムを使って、はい、見てこの押さえ方えぐくないハイプレ、俺ここ慣れてないから微妙だったけどさ、ホッケとかあったら使えると思うけど、これやばくないっすか。何これ、この武器出したらダメだってよ、マジで。ほんとにこれ、俺だって今完全初見で、今塗りポイントゼロで使ったけど、この強さだから多分ちょっとでもみんなが使ったらもっと強いと思いますよ。はい、じゃあ次いきます。はい、ホッケフトガチエリアやっていこうと思いまーす。やっていきますか。いくぜ。ホッケは強いぞー。あー、相手もジェットいるね。で、相手チャーもいるやん。なんで歩いてんのこの人。やばくない？大丈夫この人。もうやばい人味方に来たんだけど。大丈夫かあの人。まあ、初動は牽制でいきますか、お互い。これは詰めてない、これ大丈夫。味方に落ちか。ローラ入ってきそうだな。入ってきそう。いやー、これきついな。どうしようかな。あれ？やれなかったか。よいしょ。そしたらこれ詰めれるよ。詰めるべきだ。やった。ん？左高か？見えたな。ダーか。ローラーもいるっぽい。どっちのジッパー？相手か。もうジェットでも潜伏するか。うまい。はい、やりー。タンマやりー。ジェットでもこれ、詰めるときは詰めた方がいいな。こっちバレるとかいう重い編成だし。だってプレッサー俺も打つか。はい、やりー。あーっと、一発か二発だな。やべえ、これ。あ、もらったー。
相手にプレスあったか。さあ、濡れるか。とりあえず、バールに飛ぼう。ナイスやり。やったけど、ローラいる。当ててる、当ててる。助けて。やったけど。やったけど、ジェットいる。頑張れ。あー、負けてる。飛ぶよ。味方のハイプレスペシャル効率2積んでんだけど。長っ。どっかいるかな。ハイプレ怖ーい。で、エリアだけ塗られないようにすれば勝ちかな。おるくね、そこ。はい、ナイス。もうこれ強いって。ダメだよ、前も出れて、後ろもいて、ハイプであってさ。ダメ、ダメ。この武器あかん。いやー、強いわ。ですが、マジで少ないもん、前出てるけど。あのさ、相手に詰められると、ジェットってきつかったんですけど、クイボあったらダメだよ。まあいいや、次行こう。まあ、これで、チャージャーとか、まあ、ジェット、デュアル機械は、ジェッカス持った方が俺は強いと思うね。これは流行ったらめんどくせえわ。だって今、寿司がめっちゃ強いって言われてて、てか、クイボは強いんですけど、クイボが正義なんですよね、スプラッツ。修正入んない限りは。で、しかもハイプレーでしょ？俺やべえよ、マジで。ほんとにめんどくさいもん、敵でやってて。いやー、これ、ほんと。いやー、これ、えぐいわ、強すぎて。普通にメインで戦えるし。しかもクイボハイプレーだから。敵抜けてきたらダリーな。敵抜けてきてそうって思ったらいる。うん。いや、こっち編成きつ。竹若は。ジェットは。多分、あれだな。こっち、キル取ってないからきついんだよな。完全に押し負けてるわ。ローラーボールだ、だるいよね。あれ、死んでないの？あ、帰ったのか。マジか。ナイス。ダメだ、これに落ちたら。まず一枚やったけど、潜伏してるよな。いや、きちい。いや、結構頑張ってるけどな。こんなに死なれたら試合なんね。あぶねえ。ローラーどっかいるぞ。どこローラー、これわかんねえ。いたわ。オッケー。何だったんだこいつは。やばい、これ。いや、味方さん落ちてるから、ハイプレ打ってる場合じゃねえ。ちょ、助けて。なんでさん落ちしてしまうん。押してる時なのに。どうすればいいんだよ、これ。やったけど。アルミさんナイスだけれど、やったやった。これやべえわ。ナイスアーマー、初めてアーマーもらったぞ。やっと来た。え？カーリング？嘘ー。もう着地で避けられるし、何なんだ。
神の噛み合いしてるわ。ナイスナイスナイス。頑張れ。この押してる時に気力稼ぐんだ。5万とかするわ。鳴らせんな鳴らせんな。ナイスナイス。オーケー、危ねえ。勝率はやばい、この武器。勝率がガチでやばい。全然負けないわ。あ、このキルででも勝てるもんな。すげえわ。強え。はい、富士壺スポーツクラブ勝ちエリアやっていこうと思います。まあ、ホッケーをめやりたかったけど仕方ないね。さあ、行くぜ。相手は、寿司、チャー、ダイナモ、プライム。おー。いや、プライムとかな、ジェットとそこまで射程変わんないから、普通に狩られそうで怖いわ。こことか射程めっちゃ活かせるとこないしな。一旦手前から塗っていって、まあ、手前に詰めてきたやつをボコボコにするっていう、パターンでいきますか。インク足んねえ、これ。いいね。このクイバー当たらないの？寿司どこ行った？左の。相手プレッサーだな。このプレッサーやる。やったやったやった、気持ちいい。俺がハイパープレッサーだぜ、日本よ。ってめっちゃもらったんだけど。ナイスナイス、ハイプレイカバーするわ。このハイプレイに乗じて、あいつは左にいるやつだ。ナイス。ダイナもいるな。あー、もう引かれた、最悪。インク足んなかった。マジか、すまん。もうやれる、ナイス。あー、全落ちじゃない、一人残ってるか。ちょっと待って、復帰するか。あー、全落ちした。くっそー、もったいね今の。一人はやった。9番何の9番これ。あ、プライムって9番か。あ、プラコラか。打開しよう。相手1枚落ちるし。一人やった。右下か。当てたけどって感じだな。まあ、相手2落ちだからもうこれ打開みたいなもんでしょ。一旦塗るわ。一旦塗ろう、みんな。ナイス塗り。やばいよ、それは。ナイス着地。あー、やられてる。うわ、なんでダイナモここ来たの？マジか。ここ詰めてくんの？マジ？やべえ立ち回りだな。あのダイナモ、超強気だな。怖い怖い。怖い怖い怖い。長くね？めっちゃ、絶対来るよこれ。同じやつでしょ。怖いってここ。無理だな、これ帰ろう。味方が落ちてる時は帰ろう。二落ちでしょ今の。やばいこれ。いやー、プレスターにプレスター合わせられちゃったな。ちょ、味方待って。一人やった一人やった。二人はやれねえ、すまん。さすがに寿司には勝てねえわ。頑張れ頑張れ。粘れ味方。
粘れ粘れ。もうまたプレスターにプレスター、プレスター2枚だもんな相手。クソ、もうチャーネやった方がいいな。ダイナモとか狙ってもしょうがねえわ。反省。プレスターにプレスター合わせられると絶対高校優位だもんな。塗ろうこれ一旦。塗るわ。なんかこれ塗れねえの。やべえ、またここに落ちか。OK、ダイナもいいエイムでやって。また2落ちか。でもこれ一旦ボールしてるな。どうするこれ。一旦帰るか。結構当てたから死んだね。ナイス。いや、ハイプレイで敵を近づけさせないっていいな。最後エリア塗りさせないのほんと強えわ。いや、これは強いっすよ。だって、俺でも粘土でこれだから、粘土で。俺粘土でこれだから、で、普通に多分、もう俺でも普通に曲がったと思う。ちょこちょこ使えてるから。ベスが少ないんだよ。死んでないもん。味方が3落ちとかしても、帰ってプレッシャーすればいい。強い。